クアナさんにいいことを教えてあげる、はい、ストックさんはね、はい、1500万もかかってないよスタート時ーなくてもいけるよ、はい、さあそんな桑名さんに問題です、はい、なぜストックさんはうまくいったでしょうかえっとフ,フリーランス、うん、フリーランスっていう携帯になってからじゃないですかわ、ね、かんないですあと高学歴優秀な人がいっぱいいる 株元さんがすごい人だからです。すごい人だから、すごい人が集まって、はい、さらに初めはお金がないから、はい、まず株モさんは、元々の人脈からね、はい、そこから案件も取っていったし、そしてブログを書いたの。はい、で、ブログ書いて魅力的なブログだったから、いろんな大経営者から発注が来た。で、その様子を見て、はい、自分が年収チャンネルをやろうって言って、はい、その YouTube が流行って、株モさんっていうすごい人がいるんだってことで、人も集まるし、はい、さらに案件も来たわけよ。 でもそれをカモンさんは 1,、ね、はい、1500万なしで言ったよ。なるほど。だからね、うん、考えればいけるって。わかりました。したなくてもいける。はい